皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年、2月の10日、13時54分、まあ、佳子様や、他の淡井圭介との結婚話を今までしてきたことがあったもので、昨日何があったかっていうことを言っておきますね。一応、まあ、誰か来るかもしれない、会えるかもしれないっていう部分で、まあ、遊ばないで。まあ、それなりに頑張ってたんですけども、まあ、夕方ぐらいから、まあ、もともと昨日も睡眠不足だったんですよ。で、まあ、4時間ぐらいかな。で、夕方4時ぐらいから、まあ、眠たくなってきて、で、まあ、特に睡眠薬も飲まないで、寝れたんですよ。で、その、あと、17時半ぐらいかな。まあ、無理やり起こされる電波なのか、なんかこう、バチンってこうなるような形で、ちょっとみんな、そんな経験ないから、言われてることがちょっと分かりにくいかもしれませんけども、その後は、ふすまは自分で触ってないですよ。ふすまをこう、バシってこう閉めた時に出るような音とかも電波で聞かされて。で、まあ、警察官のものの声。まあ、名前はどこの誰かわからないんですけども、まあ、僕から言えることがあるとしたら、去年、松野官房長官が警察官の服装をして現れて、その時に二人組で来たメガネをかけていた方の警察官の人の声で、うがわくるっていうことを言ってるんですけども、まず、朝から状況はかなり、厳しかった。睡眠不足のことだけじゃなくて、警察官の人でね、パトカーが出動したときに、もうその人たちのことを言ったらあかんって言ってるんですけども、それが春山整骨院のことなのか、皇室の人たちのことなのか、これがわからない。僕の方では。まず。で、その警察官がどこからどこまで物事を分かってるのかっていう、こちらの状況。その佳子様とかのが睡眠不足になってる可能性もある。あるのは分かるけども、それだったら、まず名誉捜査にみんな降りてくださいよっていうことになるんですよ。本当に。大真面目な話。だからこれ僕もね、いろんな人の行動とかを見ていて、なぜ僕は睡眠不足にさせられるのかっていうところで、だからスポーツ業界の勝ち負け、まあ、その2日前に石川県の高校のチームのことを言った。それによって、その、動画アップロードした。で、昨日、やっぱりやめときますって言ったんですよ。もう次の日すぐに睡眠不足に薬をまだ眠れなくされたから、で、これね、警察官の人たちにもしっかりと、理解してほしいんですけども、そもそもそういう機能自体がいらなくないですか？それ、もう全員、本当に。そうじゃなかったら、電波での攻撃が過度すぎるから、誰に対しても。私もそうだし、皇室の人たちもそうだし、他の人たちも全員。もう電波で無理やり起こしたりするの、それなしにしたいんですよ。科学で。結局科学が稼働してるから。文部科学省の問題。本当に。人権の問題でもあるから、法務省の問題でもある。で、そこに警察官の人は気づいてほしいんですよ。だこの法則性とかで何かちょっと言ったぐらいでとかで僕の気持ちって普通に考えてもらったらわかると思うんですけども、阪神淡路大震災の被災者だったから、神戸市兵庫区の生まれで、阪神淡路大震災で建物が全壊になってこちらに引っ越ししてきたんです。だからやっぱり被災地の状況とかわかるから、スポーツの勝ち負けとか今まで取り組んできた頭の中を貸したりとかわかってる。じゃあやっぱり被災地の高校を応援したくなるじゃないですか。だ勝たせてあげたいって言ったりするのって結構普通でしょ。で、それで、例えばね、もちろん、すべてが全部勝ってるわけじゃないから、その辺、同じ、どちらにしても勝負だから、多分言っていいと思うんですよ。だけども、もう僕は今、その勝ち負け、今、取り組むとは言えないです。強制的にそうされてるから。これ聞いてもらった時に、正しいと思いますか？コンピューターの稼働の仕方が。正しくないでしょ？まあ、1万円の募金はしました。だけども、まだ自分にもできることがある。かといって、被災地にね、ボランティアで行くほどの財力もない。ってなると、いやもう、これ、どっかで宿泊してた後、もう僕の家の状況してるじゃないですか、警察官の人たちも。不法侵入されたりとかね。じゃあ、家出るに出れない、そのボランティアとかね。で、どちらにしても、これ、現地で宿泊するところなんかないから、
我々がボランティアに行けるとしたら、そのまあ有名人の人とかね、炊き出しとかに行ってくれたりしてましたよ。で、そういう人たちって、まあ、組織として動いてるから、まあ、キャンピングカーなのか、キッチンカーなのか、ああいうふうなものを、所有していた。で、大量輸送ができるトラックとかを、所有していた。これ、もうそういう組織、会社で動かなかったら、もう個人じゃ無理なんですよ。で、そういう人たちとかだったら現地行けるけども、宿泊所も、少し離れたところの震源地から、金沢市ぐらいだったかな、それぐらい離れたところの間ぐらい、ちょ、七尾市かな、七尾市もかなり、被害大きかったですけども、旅館、水も出ない。やっぱり、泊まるところとか、交通費とかも、ボランティア行っても、現場、例えば、輪島市とか珠洲市とか行こうと思ったら、やっぱりお金がかかる。で、スズメの涙について分かりました。涼しいのことですよ、きっと。だから、もしかしたら未来の時間軸から僕は、新海誠監督に伝えてるかもしれないし、他の人間が伝えてるかもしれない。で、その辺のことについては僕の方では今の段階では何とも言えないんですけども、だから新海誠監督とかもしかしたら水面下で呼びかけてくれたりしてたんじゃないですか。わからないんですよ、これは。だからスズメの涙じゃなくて、スズシの涙だったんじゃないですか。震源地がスズシですから。ムトアントン。だから地震をテーマにしていた部分があって、それも僕は言ってます。新海誠監督にね。で、だからああいう題名になった。主人公は椅子に表現されてますけども、だから座っておくことしかできない僕の立場みたいなことを、表現してるんじゃないかなと思うんですよ。で、今ちょっと悲しくなってるのは、多分僕は悲しいんじゃなくて、誰かは僕のことで悲しんでくれてるから僕は悲しくなってると思うんですよ。で、まあそのスポーツのね、アジアカップについては気づきました。まあ、これ一応、佳子さまとかもスポーツ関係に関わられてますから、デキレース、すべての国がどこが優勝するか、もう先に言っときます。ヨルダンです。初優勝の。でしょ？法のもとに平等だから。だからそれで、まあ、これはこれで一つの結論であると思うんですよ。だけども、ただ僕から言わせたら、それはもうみんなに言っておいた方がいい。だってお金かけて、現地見に行ってる人とかいるんだから。もうここまで来たら、もうヨルダンの優勝でいいと思いますよ。だけども、それ知らないでお金払って、有料番組とか見てる人たち、お金返してくれようになりますから。だからそれは、ちゃんとしなきゃなんない。で、かといって、この話を延長するとどうなるかもうわかりました。スタジアム。だからヴィッセル神戸の最後の優勝が決まる試合、僕一応行ったんですよ。どうせ入れてくれないだろうなと思って。だからチケットを売ってるんだったら自分で買って入ろうと思ってたんですよ。で、行ったら、チケットやっぱり完売で、ただ、誰か知り合いいりますかっていうことで、どこどこの会社のものですけども、で、入っていった人いるんですよ。無料で。お金払わないで。で、片や、デスクが置かれてあって、知り合いの人がいたらっていうと、受付があって、その奥でね、女性3名、黒い服着た人間、なんかどうせ良くない業界。で、もう明らかに僕のこと分かってる。だけども、入れてくれる様子もなかった。席が空いてるんだったら、無料では僕は入りたくない。お金払う。なぜなら、みんながそれし始めたら世の中もう取り返し効かなくなるから。本当に。国の税金使ってもう何でももう今してしまった後なの。で、だから一回ちょっとその皇室の人たちのせいにしてるんじゃなくて、もうスポーツ業界のこと全部明るみにして、で、名誉総裁とかもう皆さん一回降りてもらった方がいい、皇室の人たち。本当に。で、もうこれ早く判断して対応しなかったらもう取り返し効かなく、もう今なってる完全に。で、どこだったかな。ちょっとそのスポーツ業界の、そのデキレースっていうのは明確にね、わかるように動画で作っておきました。2024年2月8日記載、こちらの方ですね。1番、ホームページ淡井圭介の履歴の1番から見てもらったらわかります。で、ここアクセスしてもらったら、
いろんな動画につながります。で、昔からそうだったなっていうことは思い出したんですよ。演技はすごくじゃないんですけど、演技が上手いだけ、意図的に勝たせてあげている世界中のチームがそれを良しとして今回のアジアカップは、始まっていた。で、それに対して僕は頭の中をかしたりしていたことって結局意味なかったんですよ。意味が根本的に、だって意図的に日本負けに行ってるから、まあ、フェイクニュースなんとか神がかり的な力で、強くなって、それは絶対あるんです、間違いなく。だから前半日本は圧倒的に、相手国を押していた、イランで1点、先制した。ボールの跳ね返り方を見てもらったら分かると思うんですけども、相手選手に当たって跳ね返ってくるとき、日本選手の方に跳ね返ってくるんですよ。あれが神がかり的な力の一つなんですよ。そんなもの人間で計算してできないか、演技で。で、そこは聞いてるんだけども、後半なんか変だなっていうシーンいっぱいあったでしょ。で、これ日本だけじゃなくて、まあ最後の結局板倉選手のあの PK も、あれ、わざとトラップミスしたんじゃないかなと。で、その後の、サタデーステーションで、板倉アナウンサーが、フェイクニュースを読むと。完全に人為的な、勝ち負けが決まった形で、物事をみんな審判も含めてね、動いていたから、そこはもう僕は頭を長かしたりとか、神がかり的な力どうこうで、もうどうすることもできない。それは個人の限界。で、他の試合、まあ先ほどのランからこう、見てもらったらわかると思うんですけども、例えばね、イランが PK 戦を制して準々決勝で、対戦っていうことが書かれてるんですけども、これ、シリアとね、イランの選手が、PK 戦を行ってる動画にアクセスできるようにしています。で、ここのね、3分38秒頃、シリアの選手が、最後同点で、PK 戦に入ってるんですよ。最初の PK 戦じゃないですよ。最初の方にあのペナルティーキックで、PK があったんですよ。で、それは別で同点で、前半後半終わって PK 戦に入って、シリアの選手がね、意図的に明らかに相手キーパーが防げるボールを蹴ってあげてるんですよ。3分38秒のところ。で、それは、動き見たら分かる人は分かるんですよ。サッカー経験者だったら、それ言われてから見たら分かる。で、言われないまま見てたら気がつかない人多い、結構。僕も最初気がつかなかったから。後からなんかおかしいなって思って、他の国の結果とかも閲覧していて気づいたんですよ。だって、時速が50キロ多分出てないボールだと思う。で、インサイドで蹴ってるから、そのスピードだったら、それは誰でもコントロールできる。キーパーからだいたい2メートルぐらい離れたところにちょんと蹴ってる。で、それはなぜ意図的じゃないのか、それ彼が緊張していたらとか、誰か言う人いたとするでしょ？違うから。本当に勝ちに行くんだったら蹴る前にフェイント入れてる。右の方を蹴るふりして左に蹴ってるから。見たらわかる。だから、そのシリアの選手も意図的にこうボールを蹴っておいて、しまったみたいな、こう、悔しがり方が、これ演技だなっていうのを見てわかるから、で、他の試合も、その次の、試合も、イランと、その次がバーレーンだったのかな。だからそこの試合も、意図的だったなっていうのはわかります。まあ、その記事があったら分かりやすいんですけども、意図的に、こう、バーレーンの選手がね、まあ、確か相手イランだったと思うんですけども、シュートしに行った時に、キーパーのやや左に軽く蹴ってるんですよ、シュート。絶対、もう野球部の内野手の経験者とか分かるんですよ。絶対それ取れるやんって。もうちょっとこういう言い方で言わせてください、本当に。いやもう、笑い出したら止まらなくなるんですけど、っていうことで、シュートじゃなくてパスやんっていうの見たらわかるから、球速の速度で、本当に。野球の世界だったら時速100キロでもう超スローボールなんです。ね、そのバッターボックスで戦う角度が野手として守ってるから、野手はピッチャーの投げるボールよりも速い球が飛んでくるときは飛んでくるんです。翔平なんか去年、2回190キロ台計測してますか？彼はちょっとちょっと違うんです。まあ、もともとそういう目標で、もう、投げる方で190キロ台は無理だけども、漫画でいたんですよ。そういう人がね、緑山高校っていう、二階堂っていう、まあ、ちょっと、ふざけた選手なんですけども。
投げる方はこれ無理だ、人間には無理だと。ただ打つ方だったら180キロ台の後半の、あの球速を、打球速度を計測してるメジャーリーガーの人はごくたまにいると。年間もう向こうは39段もありますからね。それはあの本当にものすごい良い捉え方をしたら、あのあそれぐらいの速度出てるのかなっていうことで190キロ超えを目指そうっていうことで、とにかく、しっかりと芯で捉えて速い打球を飛ばそうって、ヒットの延長線上がホームランっていう考え方で、それで彼は2回計測してるんですけども、野手陣は速い打球に対して、まあ全部は全部ね、150キロ以上の打球とは言いませんよ、言いませんけども、150キロ以上の打球はそこそこ150キロ以上ぐらいだったら飛んできています。それ横飛びとかで取れてるんですよ。近いですよ。ペナルティーキック、サッカーの話に戻しますけど、近いですよ。あの距離、あの距離だから、近いですけども、さすがに時速50キロは、それは絶対、もう中学生でも飛べれるレベルだから、それだ。だからもう。で、その話戻して、その、バーレン対、イランとの試合ね、その、もう、シュートじゃなくてパス打って、無理やりイランの選手がボールの軌道、こと見に行ってるふりして、ちょんって足出してるんですよ。ちょんって右足。で、無理やりボールの軌道を変えて、ゴールの中に、あ、僕も自分が運動能力高かったことがあるから、24歳の頃、徹底的に体鍛えて。だからその時の自分だったら、あ、これできるわって簡単に分かったから。演技だ、その神がかり的な力で、そのね、その思い切りちゃんと、あのもう近距離、近距離、ものすごい近距離、3メートルぐらいの近距離とかで蹴ったボール跳ね返ってきて、それがちゃんと日本人選手とかに返ってくるんです。で、それは神がかり的な力とか、それある程度説明してるから、その説明聞いたら聞いたら、それはそれで神がかり的な力かなって誤解するかもしれませんけど、じゃあもうディフェンダー動き見たらわかるから、中途全力で足出しに行ってないから、それ本当に気合い入れて、その本当にあのこのシュート止めるっていう気で行ってるんだったら、ちゃんと全力で走っていって思い切り足出してる。だけど違う、中途半端なスピードで走って、ちょんって足出してる。だから、わかった、わかった。だから、あの、バーレーンの選手も、様子見てないんです。自分たちが点取っていいかと。だから、パスみたいなのをシュートをキーパーに打って、ちょっと様子見てみようと。で、あ、イランが、ああいうふうに自殺点、こう、ああいうふうな動き、あ、この試合多分、俺たち勝っていいんだって、寝不足にされたら困るから。俺たちもこんな試合、もう2日後とか3日、ね、あれ、もう2日後ぐらいじゃありませんでしたっけ、試合確か。でしょ？寝不足なんかにされて2日後試合。昔あったんですよ。淡井さんにバレたらって。こっちは別に、昔から言ってる、昔から言ってる。僕も経験させられてるからしょっちゅう。だから去年の阪神タイガースの試合とか、ビッセルコムの試合もそうだけど、メジャーリーグの試合とか、本当は、逃げ出したいの、僕だって。本当に。逃げたいの、本当に。だから昨日、そのすぐに寝不足にされたから、石川県の高校野球のチーム、ごめん、辞退させてもらいます。そう、急に。で、上がってきたね、その動画でね、その、佳子様がその公務で、福岡県の福岡市に工芸品を見に行くと。2月9日に。その動画を見たとき、そのニュースを見たときにね、僕もおかしいなって思ったんですよ。あれ去年、あれここ喫緊数ヶ月前に工芸品、あれ ?1 月は確か花。なんかそれも考えたら変だなって思うんですよ。花、普通4月とか秋とか、もしかしてそれも嘘でした。もう僕も、もうわけわかんないんですよ、はっきり言って、ニュースの出し方が。こんなにあの、昔、あれ、もう正直言います。もう僕、その、公務の内容、疑ってますから、本当に。普通でしょ、その方が。いや、だって、なんか、佳子様が選んだ工芸品っていうこと。ニュース出てきてるんで。で、昨日ね、もう率直に言います。誰か来ましたっていう状況、最初の方の話に戻して。で、もう僕眠なくなったから寝たんですよ。で、誰か来たら来たで起こされようから、本当に。だから本当にみんな電話かけてから来てって、だから、
あなたたちも僕を殺すつもりだったのっていうことで、宇賀が来るとは、それ警察官が言ってるから、余計こっちが怪しく思えるんです。宇賀が来ると見せかけて、ね、巧妙な手口で、ね、工芸品のニュースを出してきたと。そんなわけないと、そんなにしょっちゅう。日本中、公務で工芸品。もう僕も我慢の限界来たら本気で怒って言い始めるから、それもう国庫にお金返納してもらわなあかん。本当にそんな公務してるんだったらって。もう、もう一般人もみんな総崩れになるからっていうことを、もう昔も SD カードで送ったんですよ。言って。で、それで、わかったって。ちゃんとこいつもちゃんとするから。ちゃんと言ってくれるんですよ。本当に。ちゃんと我々のできるとこちゃんとするからって言ってくれ。って、これは、もしかしてコンピューターが自動で記事出してきています、で、それ合わせてみんなニュースを放送してきてます、どうなってます、本当分かんない、僕も本当に。だから加藤様がそのこう来るっていうのがね、ここ横通るっていうのがそのカムフラージュだから、僕カムフラージュって言い間違える時あります。カムフラージュややこしすぎて、もう、僕は家の中でもう寝ておきたいのに、もう買い物行くとき、もう半額の時間帯に行きたいって僕も言ってるんだから、お金ないから、もう、防犯カメラとか買ったから、それもお金かかって、その月々のお金かかるんです。1000いくらで、購入価格も1万3000円ぐらいしてるんですけども、だいたいそれぐらい。で、もういちいち覚えるも大変だし、扱い方本当に。本当はもうそれだけ泣きそうになってたから、本当は。なんでここまでせなあかんのやろって被害者やのに。早く春山整骨院解体してくれたらいいだけなのにって、本当に春山整骨院のことだけで言うとね、その防犯カメラで、で、その、老婆がね、出ておいでっていうこと言ってくるんですよ。でもそれまで僕散々怒らされてるから、あの原間聖骨院に来た人間とか声かけてきてるから、調子乗った老人、男性老人が腹立つから、本当にもうこれも議員、僕から言わせたらね、議員の人にしてもそう、僕からの提案であれだけ大きなね外交とかできたんだからね、その人もう多分本当は議員じゃないと思いますよ、正直。なんかもう気あるような感じで声かけてきたから、本当に真面目に頑張ってきた議員さんで、僕の今までのそのひどい状況とか聞いてるから、そんな声の書き方なんかできないでしょ、しないでしょ、まとも側の議員さんだったら。まあすごい高齢化して、例えばもう80を超えてきてね、そのなんていうんですかね、こう気を張ってないとかだけじゃなくて、認知能力とかでね、こうなんかもうちょっともうおかしくなったんじゃなくてね、もう世の中ずっとこの調子だし、もうどうでもええわってなって、もう明るい声で声かけてきたのか、そのなんかこう仲良し気分なのか、ちゃもう家の中いてもう声かけるの鬱陶しいから、本当にそれまずやめてほしい。でもうそこでもうイライラし始めて、でもう警察もなんかもうその人たちのこと言ったらあかんからで言って、でもそれがその老人のことなのか、春山聖子さんのことなのか、こう短い言葉で言う、もうみんなやめよって、本当に分からへんから、それが事態を余計ややこしくするから、本当にこの辺でもう警察官として来ないと、全員本当短い言葉なしで、本当にみんなお互い録音記載出して録音してるから絶対忘れるから、本当にもう数ヶ月も持たないから、本当に。もう僕も無理だから、本当に。もうみんな本名を言ったって、フルネームを言ったって、みんな名前なかなか覚えてくれないんだから、本当に。もうそんな状態でね、老人の女性の声で、電波で、本当に、はっきり聞こえる方で、優しそうな声で、出ておいでとか言うんですが、もう僕腹立ってるから、もうええから、お前ら年齢だけじゃなくて、ちゃんと淡いケースに敬語使えって、もう家の中でもうどれんちゃしてるんですよ。もうこっちはしんどい、ちゃんと寝させてくれって、俺もこっちもお金ないからって、もうそっからさっきちょっと笑いながら言ったかもしれませんけども、もう半額の時間帯じゃないと無理やからって、そのお金本当にまた、どうせ暖かくなってきたら河川の撮影とか行くから、もうどうせみんな動かへんから、自分から率先して、本当に、自分のプライベートのお金使って、で、そこまで冷蔵したら、本当のこと言うと、佳子様今腹立ってる部分ある、本当は。ここは白状ちゃんと。もうしょうがないが、頭の中で考えちゃうから、ある程度感情的に。で、ニュース出ていって、それ伝わって。
それはそれで喧嘩になるんですけども、だからもうフミート様からの、その、これもう全警察官と一般人の人、本当覚えて、もういただいてるんです。もう、過去と、まこと過去が間違えてたら、もう、あわいくも怒ってくれたらいいからって、フミート様がおっしゃってるんです。で、ちゃんと紀子様にも、フミート様の言葉の方が優先でいいですよねっていうことで、そっから先までこんな家族のうちは、陛下まで話あげます。もうそこでちょっともうお互い笑っときましょうっていうことで、もうできるだけ僕も怒らないようにしますけどもっていうことにしてるんですよ。で、ちゃんとフリートさんも怒っていいっておっしゃっていただいてるんですよ。間違ってた行動したら。で、僕も、本当に来たかどうか分かんないからもう、何って言ったらいいか分かんない。で、もうこれもう分かってる。もうここで怒って言ったら、もう人間関係すべて崩壊して、もう全員もう何でもかんでも、もういいやってなっちゃうから、もうそれしてもう終わり。本当に税金使いまくりになるから、いろんな人間が、大企業の人間から、もう本当にエネルギーの残存量も、本当これ無理やから、本当に。カオさんも危機感持って、本当に。で、公平金の話、真面目な話に申しますけども、それの話になったの、河川水門回避機発電、地下水流トンネル発電が、結局政府所有になって、政府所有っていうことは本当は皇室の人たちの持ち物みたいなものでしょっていう話までしてるの、本当は。僕は。で、それは別に怒って言ってへんし、もうそれでいいから、それはそれで、もうエネルギー調参加で、もう雇うような形で、もうどうせ自分のプライベートの、もう生活放棄から頑張って、ね、その半額の食生活をして、ね、お金ひねり出して撮影しに行くんだったら、ちゃんと雇ってってなるから、これ普通、そこまで聞いて。それ、そこで政府が譲歩して、もう年齢に合わせて基本給でいいから、もうそれぐらいでいいから、それでもう、そう、ちゃんと仕事として、ちゃんとね、お金出てくるような、それは、労働力とみんなして、ちゃんと、頑張って歩いてるから。あんなところ歩いてたらいつ車に跳ねられてもわかんないか。本当は車で行こう、本当に。もうごめんなさい、もう、足組み始めました。正直に白状します。バカバカしい、本当に。で、その老婆から聞こえてきた声でね。で、もう、ひえーとかなんか言ってるんですよ。で、その声のもと、もしかしたら、僕の、お父さんの方の祖母かもしれないんですよ。祖母の声。もう、後でびっくり。だから、時間軸超えて聞こえる話とかもあるから、思い出したんですよ。もう、その祖母は、僕は中学生の頃に亡くなってるんですけども、小学生の頃にね、家族会議で、聞こえてきた時の話とかなって、おばあちゃんはこう言っとうねんて、ケイスケと思うけども、めちゃくちゃ怒っとんねやんかって。で、まあ、その祖母は、僕は中学生の頃に亡くなって、で、父親はもともと四国の出身で、香川県です。で、まあ、その、お葬式にね、父親と戻ったんですけども、まあ、遠いですから、人生のうちで子供の頃から、数回ぐらいしか、その、父親の方の祖母と会ったことないんですけども、だけども、まあ、いろんな、会話を交わしていて、で、うん。だから、おばあちゃんの言うことだったら信じるとか、そういうこと言ってしまってるんですよ。でも、もうこんな年齢だったら、声覚えてないし、で、その、出ておいでって言われた子に対して、だから時間軸超えて、祖母が聞こえてきた。いた方かもしれない。もうそこまで来たら、もう相手はこう、もう正直、もう本音に言わせることは本音。もうこれもみんな聞いてもらったらわかる。もう心情的にね、もうこいつだろうが何だろうがこんな話許せるかってなるんですよ。だって、天皇陛下が総理大臣を任命して最高裁判所の王さんを任命できるんですよ、法的に。で、総理大臣の、管轄のもとに、各、大臣が任命される。で、文部科学省がある。科学関係のところはそこであって、警察の方も、ずっと警察官はとぼけるんですよ。有馬警察署の人たち。そうされて腹立つから、警察官の嘘言ったらダメやんって。今そこも制服脱ぎなって。警察手帳も返しって。二度とそれ、もうすぐ無理やでって、もうそれぐらい言いたいよ。本当に有馬警察署の家。で、それなのに、その、科学警察のことに関して、例えばね、神戸市兵庫の僕の同級生だった友達の、ものがね、タコ八っていう、小さな定食屋をしてるんですよ。まあ、鍵を継いで。で、その裏がね、兵庫科学警察だったかな。ちょっと名称はっきり覚えてないですけども、ちゃんと科学関係のとこあるじゃないですか。だから、どちらの仕組みでコンピューターが稼働してるのかわからないし、その、
もうがんじがらめ、いろんな声他にも聞かされるから、でもうその状態まで追い込まれたら、もうその時会わん方がいい、もう絶対僕怒って言ってしまうから、もうええ加減にしてくれよって、俺もうこんな目にあっとんねんぞって言ってきたよ今までって、そういうのになんで電話かけてくれへんねんってなるから、本当に誰でも、もう今まで結婚話し淡井圭介に追っかけてきた人間全員腹立ってるから、本当は上夏美も含めて、本当になるから、それなんとか自分の気持ちをなんとか抑え込んで平常心保った顔して話してるだけだから、かといって今更もうこの年でね、テレビに出てない人との結婚無理やんそんなもんって、全部手遅れになってからやんって、本当のこと言えるようになったのって、こうなるんです。でもうこれちょっと怒って言っただけで、もうこっちも逃れてもうめちゃくちゃ顔も皮膚のところとか取られそうになってる。で、正直言います。佳子様の、まあ、佳子様29歳でしょ。どれぐらい寝れてます？で、まあ、2つの要素としてね、そのスポーツの勝ち負けで、佳子様巻き込まれてました。巻き込まれてませんでした。で、それも根本たどっていくとね、アジアカップそもそも開かなければよかったし、今も僕は頭の中取られてる。だからその辺のところで、うん、普通の意見を言うこと自体で頭の中取られてるから、まあ、皇室の人を守るを理由にして頭取ってる連中は存在する。これだ、僕はスポーツの勝ち負けで、例えば阪神タイガースの去年の試合とかもそうですけども、皇室の人たち、天皇陛下 の力とか借りないとか、そういうことは定期的に言ってるし、YouTube でも上げて言ってるでしょ。で、その内容を固めりゃいいのに、でそれは、淡井圭介がスポーツの勝ち負けの、その、裁量権って言ったらあれかもしれませんけども、けど裁量権ありでいいでしょ。だって日本代表の勝ち負け、淡井圭介が取り組んできたんですから。で、それ相応に苦しい思いしてきたんですから、しんどい思い。でそれなりにいろんな人たちと、まあ、その時その時にはいろいろあれ、最終的にはいろいろ打ち解け合って、松井秀喜さんは石川県出身の人でしたから、未来からの僕の声がけで、石川県の能登半島 その少年野球とか、まあ、中学高校まではどうか分かんないですけども、いろいろ、一緒に練習したりとかのそういう訪問の時に言ってくれてたみたいです。でどうやらその今回選抜に選ばれた石川県のその、まあ、なんとか航空高校、航空関係の高校ですけども、そこの、高校生の 子が、津波が来た時におばあちゃんを背負って、丘まで上がったと。だからそれはあらかじめ話が聞いていたから絶対迷うなと。自分がまあ、その時その場にいなかったらどういう判断が一番正しいかなんか、それはもう誰も言えない。だけども、絶対に自分が迷わない、後から後悔しないっていう意味でね、絶対選択した方がいいと。最初から備えておくこと。揺れた時点でもう判断が効く。ああ、あの人の言ってること本当だって。もうすぐにおばあちゃん、おんぶして、丘登ろうって。そうかもしれない。だからそれはそれで僕は未来からの声掛けに関して、意味があったなと思うし、だからそこは心情的になんでってこういう言い方で意図的に言いますけども、なんで別にそこは YK ですけど頭を動かしたりしたらええやんって、正直160キロの球でも打てる感覚はあるよって、はっきり見えてるからって、ほんと他の人たちは解説機とか騒いでるんですけども、僕はもうはっきり見えてるんですよ。その感覚を頭を動かしたらバッター打てるんですよ、本当にわかるから。だからバッターボックスで160キロのボールが全然赤間を振り遅れてるっていう状態ではやっぱり打てない。急に感覚なんかすぐに修正できないから。で、まあ、昨日の状況に関してこの方法まだ使用されます。それは僕の家族ばっかりがずっとひどい目に遭ってる。でもう正直言いますけども、まあ、皇室の人たちの方が正直高齢まで生きてます
けども、ただそれは僕はその方が本当にいいかな、どうかなはあります。それは老人ホームで仕事したことがあるんですけども、ベッドの上で動けなくなって、その話しかけても返答がない人、そのもう弱ってるんですよ根本的に。で返答するだけの気力も力もないっていう状態で、でちょうど僕は辞める頃にその方はお亡くなりになったんですけども、あもしかしたらこの人も2021年の頃ですね、老人ホーム、桃源郷っていうところ働きに行ってたから、もしかしたら26年前そのフルーツラパーク勤務地に、まあ、バーベキューコーナーだったら一般人の人でも気軽に声かけれるから、もしかしたらまあ何か言ってた人かなって、何回かそういう人いたんですよ老人の人で、その見取ってもらう時、わしも最後君に見取ってもらいたいぐらいやわとか言ってくれてた人で、そこで僕はね会いに、ああまあその時に老人ホームとかで働いてたらいいですよとか言ってたから、そういうふうになったの、そういうタイミングで働きに行ったのかもしれないし、その後から戻ってきた記憶とか自分が昔何言ってきたかのルーツを全部辿ったらね、全部話整合性合うんですよ。だからその結婚話した件に関してまでおろそかにするから、全員はっきり言って女性の対応の仕方はっきり言って変、もうテレビ出た人だから物事を甘く見すぎてる。どちらにしても振るなら振るで、振るっていうのはその結婚話やっぱりなかったことにっていうんだったら、それ相応に会社としての対応とか、個人としての対応とかとして謝罪しなきゃなんない。でその後からのその淡井圭介のねこの例を挙げて、その一つの例をもう社会全体にも公表した方がいい。でそれを一つの償いとするのか、だからもうみんな偽名なんかでテレビ出ちゃダメだし、テレビ出て嘘なんか言っちゃダメだし、それでお金稼ぎなんかできちゃダメっていうことをね、もうそれなしだからって先に最高裁とかで判決もらっといて、でそれでもうみんなで放送しようって、もうこんだけ偉いになってるって分からへんから、そんな何年前に子供の頃どんなことを話したかとかって、その祖母の声だ、他もそうで、途中で母親の声が聞こえてきたんですよ、そのね外からごちゃごちゃ言ってきた人間に対して、もう光栄ですけども、お母さんが怒っといたるわって、もう母の方が亡くなってますよ、まあ祖母もそうですけども、まあそこでただ苦しいのがこっちに来てるんですよ。警察官なんか力持たせたらダメ、正当性ないから。精神病院の件で話した、でスポーツ業界と組んでしまったからもう無理、本当にスポーツ業界行った人間が警察官になったらあかんし、警察官になった人間がスポーツ業界行くべきじゃない、その後建築業界行くから、もうそこまで行ったらもうむちゃくちゃなるから、もうなってしまった後見てるから、刑事課の人間がずっとトラック乗ってたの、この間も去年見たから。でもう笑いながら言ってんの、運転してるだけとか言って、もう走って追いかけて捕まえれるわけない、あんなはほんと捕まえたろうとか思ったけども、思いますけども、本当にもうこの話もう困ってきた、本当に本当はさっき晴れてたから本当にでもみんなが僕とそのね結婚したくないっていう気持ちがどっかあるから僕の自宅に来ないんでしょ、もうそれ言ってくれたらいいの、で理由あったはずじゃないですか、僕はね精神病院に入院させられたりした時に飲まされた、もっと一番最初の方に飲まされたのは高病院に通院させられた時のその精子が生産されなくなる薬、その時にも高島彩に言った、泣きながら、でそれは聞いたはずや、高島彩も、だからそれは高島彩も証言したらいいって、当時淡井さんはこういうふうに言っていましたってで正直女性心理として自分から生まれてくる子供が障害者、いわゆる奇形児が生まれてきたらそれ嫌だって、で自分もそういう話聞いたら結婚したくなくなるって、正直言ってくれたらいいじゃない証言者で、もう丘みどりとかもうあれ本田朋子やろ
もうええから、君もあの結婚話したって、それ正直もう言ってくれたらいいので、で正直そう思うって、そこみもうあれだけ数集まったらもう精神病院だって出しようから、そこ加古さんもその正直な気持ち言ってくれたらいいので、その方向性の話もしたでしょ、上夏もしたでしょ、だから淡井さんがどういうような方向性で裁判するのかもう言ってるって、 SD カードで送ったやんって、なんでそれでみんなまとまらへんの。もう絶対軸は僕なの、テレビ局を軸にしたら無理だから、あそこはもうそう言い過ぎて金儲けしてしまってるから、全員返納当たり前、国庫みんなそれで嫌な思いしてるから、フェイクニュースだけじゃない、他の番組もそう、良くない行動は多すぎる、それでもうテレビ局合併させた方がいい、その話で、ほんとほんと、もうそこ迷ったらあかんって、本当にキリないから、絶対滅ぶから、こんなことしてたら全員があったら普通にインターホン押せる、あーごめん、もうインターホン壊れてるからそこ自分で名乗るしかない、淡井さんいますかって、そこは普通に言ったらいい、ここの家の前まで来て、ただ外から言うのはやめろって、それ喧嘩売りに来てるとしか思えへんから、でそれをヘラ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 笑ってたのが斉藤真美アナウンサー、外から声かけてきたのか、階段を降りていく足音でもうこっちが怒らせて外飛び出させて、で、芸人の岡村が降りていってたのかな、最初はもう女性も何人も降りていったので、それをごまかし合ってる、で腹立つ、あもうそういうことが、もうそういうことやったらそれでええよって、お前らが組んでたのかって、で斉藤真美は朝日放送で岡村に膝枕してあげて耳かきしてあげてんの、そんなこと僕女性にしてもらったことない、まあもうそれは子供の頃まで遡ったら母親にしてもらったことあると思いますけども、もうこんな話になる、こんなかわいそうな話ないね、まだナインティナインテレビ出すのっていうこと無理やって、出しゃあかんって、映画に覚えろよって、 BBO それこそ皇室動いてる話、そのだから紀子様が体調不良になられたのって、そのインターネット記事とかも流れてましたけども、紀子様とかも助ける方向で話進んでるし、もう今更その状況を変えれないので、あなたたちが動かなかったら無理なんです、この世の中だって最高権力者ですもん、もうその一族ですもん、だって総理変わるんですから、で国会議員の人たちの本音の声とかも聞いたことあるし、電波だけじゃなくてね、テレビの映像で本当はこの人たちもそこまで聞いたらこう言ってるからって、それやったら天皇陛下はなあとか、もうはっきりした人は、あもうそれやったら天皇陛下は悪いわ、もうそれで済む話やって、もうそれで彼も弁護士つけて何とかしてくれって、その件やったら勝てるやんって、もうそれでええんちゃうかって言ってくれてた、言ってくれてたんですよ、のそね、去年12月28日断ったのは今度警察官やから余計もう話めちゃくちゃ、もうだから佳子さまは28日ぐらい表待っといてくれたらよかったんじゃないです か、僕の行動にみんな合わせていたらもっと物事が良くなっていたっていうことは、これはもう分かったでしょ、どの方向性から考えても社会全体がね、でそれができるとしたらその辺の話の集合体なんですよ。だからそのもうけどもうけどもう何回も家の横通り過ぎてる人間、家の横通り過ぎてる人間で、それはそれで言い訳はもう聞かない状態、本当に淡井さんはこんなに苦しんでるのにってまだするのって、それは淡井さんを攻撃する側じゃないって、だから淡井圭介を利用して何でもかんでもしたかったのっていうことになるんですよ。だから皇室の人の場合は人の見方によってはついに皇室がっていう見方になるんですよ。河川水門開発発電と地下水トンネル発電の件ね。でもうだから僕はもうエネルギー庁参加でって、だからもうもっと若くで雇ってもらわなあかんかったし、でその辺の話って別にしに来てくれたこと皇室の人でないし、僕にだからある程度の年齢ですよ。だから2011年以降の SD カードを送ったぐらいで、本当は僕20歳ぐらいの頃に同じようにもうそれはもうさすがにその年齢の時は佳子様とかも関係ないんですけども、その頃幼稚園児ぐらいだから20歳ぐらいの頃に家の横通り過ぎる方法とか、こう階段かけ降りていた男とか女両方それでテレビ局出ていった人間いっぱいいるから、もう言い過ぎ
もうだからもう僕もこの恋愛感情の処理の仕方だから、その性欲とかそういうこと言ってるんじゃないって、こうだからもう本当に好きになったりしたことある、そういう話になったはずお互いがって、だけどもうええっていうこの状況だからこれ一般人の人は分かってくれたと思うんですよ。なぜアナウンサーとかの人間とかが他の男性とデートしたりしてたかスクープされるかっていうところだからあれね、だからうーん文春とかってどちらかというと真面目な方のイメージがあるじゃないですか。けどそこはなぜ芸能人なんかの恋愛記事なんか扱ってんのっていう物事の見方するでしょ。違う違う、もっと淡井圭介のことを心配してくれた人とかは彼に本当のことを教えてあげなあかんっていうことで、もうこういうふうなことになってるけどもって、これ込みで君も考えた方がいいっていうことでとりあえず記事にしてる部分もあると思うんですよ。でそれは僕だけに対してのメッセージじゃなくて、大真面目な人はいやもうこれもう彼もね成人様とかと仲良くしてもらったし、こんな大きな件って彼一人じゃ抵抗できないから、やっぱり総理とかね皇室の人たちとか分かるようにしといた方がいいっていう気持ちで文春とか作ってくれてたのかもしれない。だけどもう正直そういうデータニュースがいっぱいあるから思い切れない本当に。だからもうだからもうそれはそれで、あの淡井圭介結婚話をして、結婚したわけも結婚したでもういいけども、それはそれである程度今までしてきたことがあるから、その本当の話をちょっとみんなで言おうと、でそれをちゃんとテレビ放送しようと、もうこんなちゃちゃもうちょ一般人の誤解まず解きたいから、他の人たちとか見たらあの人ねおどあいつ男のくせにいろんな人間と結婚話して思われるから、ちゃんと順序経緯あるから、その話したら下で、いや、大学卒業してからじゃないと結婚はと、みんな言うてくるから、本当に。全員ほとんどの人間が大学行きようから、もうこっちもなんない。高校生の頃にこの話したけども、なんでそこまで話聞いて大学行くのって、大学なんか行っても、意味ないっていう話も僕いろいろしたんだけども、いや、僕こっちからテレビ局の人にその話説明レクチャーしといてくださいよって言ってますよって、大学なんか行ったの。言ったって意味ないって、もうそれは都市部の勘違いだって、東京都とか大阪府の超人口密集地帯の勘違い、あと兵庫県でいうと海沿いのところ人口密集地帯、ああいうところしか大学ないですから。神戸市北区は神戸市北区の方が面積広いんですよ。神戸市北区は神戸市の中で一番面積広いんですけども、女子大一つしか最初なかったから、でそこが男女共学になったのはもう人が集まらへんからで少子化もあるんですけども、大学なんか行ったって意味ないって、もう気づく人が気づくから、本当に大卒の人間がテレビで嘘ばっかり言ってるんだからなんやねんこの世の中にしかならへんから、あこれ大学行った方が負けで、青江さんの言ってることの方が多分合ってるわって、あの人の方が頭ええわめちゃくちゃっていうこと気がつくからとてつもなく言い間違えました、とてつもなく青江さんの方が頭いいって、やっぱり足組んだ言い方間違えます、ちょっとだけね、1たす1は2ぐらい間違いないの世界、そこ踏ん張ってるから間違いないよじゃあでもうこれ本音正直言いましょう、昨日来たのどっち、どちら、うかなつみ、かこちゃん、どっち、いいからもうかこちゃんって言っていいって言ってるから、ふみとさまとか上が言ってるからもうそれでいいの、皇室に脱したらもう皇室じゃないじゃないねもう我慢が限界来た、もうダメダメ、あんまもうこれちゃんとこっちが下手になってしまうと聞きたいこと聞けなくなるから、もうこの法則性じゃなかったら無理、もうこっちからじゃ一人孤立、僕の状況を考えて一人孤立、かわいそうな立場、かわいそうな、もう今年47、もうだもう加藤さんもうこれもう一般人向けに、もう他の淡井圭介が結婚話したことある人とか、これ正直淡井さんかわいそうだなっていう気持ちの時に聞いてほしい。あのね正直に言う、思い出せないの、あったかもし、そういう部分はあったかもしれないけど、僕の記憶としてはとりあえず思い出せないのところから話します。本当に思い出せないから、加藤さんはね、僕はこの悲惨な境遇になって涙流したことあります？なかったら僕のことを本気で好きじゃない、上夏美にしても同じ、普通泣く、自分が本当に好きな人が本当にこんなにひどい目に遭ってたら普通泣きます。もうそういう正直な話からしたい、結婚なんか無理やり結婚したっていいことないんだから、
で、だからもうこのピューターのこの設定、そう、結婚相手を一人に絞らんかっただけで睡眠不足にさせられてたから、ちょっと警察官の人たちも、もう彼の言ってることはもう本当だったら、もうこれなんとかしてあげなきゃなんないで、ちょっと本当なんとかしてくださいよ、本当に国会議員の人も、総理も、本当に無理だから、こんな状況。眠たくなるような方向に話持っていってるじゃない、あなたたちが。ね。で、せっかく寝れたで起こしに来て歩いてるから、無理だって、こんな結婚。で、最悪、僕の顔とかで作ってませんでした、自分たちの顔も若返り何人ぐらいそうしました。正直もうね、松野官房長官ももう辞めてますけども、官房長官じゃないですけど、それ言ったんですよ。いやあの僕もその時の証言ね、いやもう年下の眼鏡かけた男性の警察官があってずっと僕の証言ずっとそうだったんですよ。後から気づいたのもう何週間か経ってから、松野官房長官や、年下間違えた。じゃあ本当にものすごく若返ってる顔になってるから、ちょっと待ってください、僕も今分かんなくなってる。松野さん何歳でしたっけ。僕より年上でしょ。いや僕もね、正直ね普通に二十歳ぐらいの頃に議員に誘われた時に、地方議員からまあ一つ一つっていうことでね、もし議員していたらもう当の昔に国会議員になってるでしょうから、で、失敗しても途中でいなくなってるかもしれませんけども、だから今の自分の年齢ぐらいだったら、その、国会議員の、副大臣ぐらいになっていても全然おかしくないから、その六法全書を弟とかに、あげたり、人に誰か別の人とかにあげたりしないで、あ、松尾さんやっぱり61歳。僕から見たとき、僕より年下の人に見えたから、それ喧嘩売ってるんじゃなくて、みんな。じゃあ、僕、ボロボロになりながら、もうみんなバレだ、本当に61歳待つの。インターネット、もう分かんない、ウィキペディアの情報も年齢、これ、嘘混ざってるときあるときはあるから、もう僕も分かんない、もう全員本当のことだけにしてくれなかったら分からない、もう一度言いますけど、もう何回も、ラルフ・アンシエルのドラムの、大倉幸宏というものなんですけども、小学校の頃の同級生、年齢は55歳、それでもう俺はハイドさんの顔作るわって。本当は俺も同じ年齢の人と仕事を本当はしたいからだったんですけども、二十歳ぐらいの僕はね、いろんなその経済原理の厳しい世界の話をいろいろした時に、もうハイドさんとこれさせてもらえるのでそうした方がいいって、もうそれが助けるっていうことだからっていうことで、ちゃんと一応もう苔がついたところで仕事させてもらった方がいい。もう同じこと、これもう大企業への就職ってそういうことだから、顧客持ってるか持ってないか本当にそうっていう、それもう昔のね、僕は二十歳ぐらいのニュー、テレビの CM 見たら分かりますから、ニュースも顧客ってみんな連呼し始めて僕が言い始めたら、でもう今もう顧客って言わないでしょ。顧客は顧客でいろいろ問題が週は株式会社で発覚して、テレビ見てたらみんなそうだなって思って、まあ確かに、まあ普通に考えば確かに顧客を抱えてる方が安定した売り上げが、まあ週は株式会社としても安定して、ちゃんと自分のところで競争相手が現れるから同じ巡回地域に別の業者が乗り込んできたりして、1週間に1回どっかの業者が回ってりゃいいのに、1週間に2回も回り始めるからお客さんの取り合いが発生始めて、効率性の良さがどこ行ってんっていう話になるんですけども、本当にお互いに首の絞め、もう どこの業界でも起きてるから、本当にもう過剰競争で、それで、顧客を抱える方向に舵切るでしょう。で、週は株式会社が行い始めたのは、全員お客さんに一人一人ね、安心クラブに入っといてもらった、まあ何かちょっといいことありますから、投与券がこれぐらいまとめて買ったりとかできますからとか、 あんまり大して変わんない内容とか、まあ顧客になってもらったからといって、それみんなお客様の全員の名前と住所と電話番号を書いてもらって自分員がパソコンに打ち込んでいくって、まあ一応その当時は値段が上がってきて、一缶投与缶18リットルでね、
1390円、1490円、上がった時は、1回上がった時は1490円ぐらいで、2005年から2006年、2006から2007年、それぐらいの頃上がってるから倍ぐらいにお客さんの数が半減してるんですよ。それでも元が一番最盛期の頃は顧客30万人か40万人くらいいたんですよ、秀和株式会社で。どういう人か790円で年末とか本当に1万リットルとか売ってた時にめっちゃきついから、本当に550缶運ぶの一人で給油して首に帰って世の中上が上、上には上がいるんですけど、表彰されてた吉井さんっていうと同じ北神戸店にいたんですけども、他はね、あの例えば兵庫県三木市の、何回も言いますけども、富士見川を買って週3回回ったりしてたんですよ。それはそれで数字がガクンと落ちるんですけど、その他の業者が入ってきたら嫌だからっていうことで、さすがに週3回回ってきたらもうここ乗り込んでくる業者おらんや。で吉井さんとかの考え方はあのちゃんとしていて、もう後でどうせ値段上がっていくからっていうことで、もう日曜日に唐戸台と唐戸町ある程度の範囲までのところ回っておくで、その人は年末1万4000リットル近く、もう今電話絶対嘘やっていうはっきりした声が聞こえてきたんです。本当にその人それしてたから、一応ね緑ヶ丘西とかの方の10キロ、要するに1万リットル、それは自分で2回給油帰って大体9時ぐらいに終われます、夜の9時ぐらいで。だけどもその時は年末の10キロぐらい売れた時ね、課長のその警察官で課長って、警察官で課長として、仕事しに来てた先田って名乗ってた人ね、だからもう警察手帳の方は嘘なのか、名乗ってる名前の方は嘘なのか分かんない、裁判所の判決があったら名前変えれるっていうのがあるから、事実として。だからそれじゃあいつが裁判して、もうどっちも本名もありえるから、これ本当に考え、だから本人じゃないと分からないから、そんなこと本当に。で、その人がね、別にこっちは聞き聞かせて、給油時間が重複したから、12時15分着で、とか言ったんですよ。で、こっちは先に言ってたんですよ、12時15分で。で、向こうがね、それ無線聞いてなくて、向こうも現場で走り回ってるから、無線で全員聞こえるようにしてても無理なものは無理なんです、現場で走り回ってるから。で、いや、ちょっと崎田さん、まあ僕12時15分って言ってましたけど、もういいっすよって、もう先組み行ってくださいって。いやいや、あお前の方が先言ってたんやったら、いやいや、お前が帰ってくるからいいよ、いやいいっすよって、いやいいですよって、崎田さんの方がまあねえっていうことで、もう僕ちょっとよそまだ待って、まだもうちょっと粘ってからギリギリのところになってから帰りますからと言ってて、いやでももう譲れなんかしたら、もうこの会話がもう時間の無駄だからって言って、でそれでもういいですよね、わ分かったって言って同じ12時僕ちょっと時間ずらしたんですよ、ずらした時間に戻っていったら12時15分に帰ってな、まだコンビニから出てきたとこ間に合ってないやん、さっきのさ正直に間に合いそうになって言ってくれたね。それでその日は僕は9時ちょっと過ぎまでかかったの、15分にはなってないんですよ、そこなんとか巻き返し、多分あそこでちゃんと時間通り、ちゃんとやっぱり自分の頭の中で考えた通りに動くから、やっぱり中誤差あったらちょっとずつ遅れていくんですよ。もう人間ってみんな同じ、みんな同じ、みんなそうだから、本当に普通に考えたら分かること。話長くなって申し訳ないんですけども、いやその絶対嘘だっていう電波で聞こえてきたから、男性のはっきりした声で、そう吉井さんは音楽鳴らさないで、もう朝の7時台からは本当本当、もうお客さんに前もってずっと言ってるの、もう朝の7時台からもうトイガン出しといてね、出しといてねって、その人は言い続けて朝の7時で、たまにやっぱり朝早いから出し忘れてる人はいるんだけども、そこそこその給油とかこうタンクローリーのねエンジン音である程度は聞こえるから、それで気がついてトイガン出してくれた、出してくれ。でまあその人はまあそう、さすがにその1万4000リットル近く売るときはその人現場22時ぐらいまでかかってるんですけど、
普通の冬の気温高い時でもその人のコースは日曜日のカラトバイっていう名称のコースは普通に10キロ以上売れてたから、寒さ来たらえらいことだ。隣のオンドロっていうコースを回ってた、まあ、あのオンドロ谷っていう名称の谷が見つけてしまったんですよ。で珍しいからそういう名前こういう名前にしといた方がよその業者売れた話、どうせ青井さんの話聞いてよその業者乗り込んできたら困るから、どうせオンドロ谷なんか見つけられへんから、その隣のコースを回ってた当時中野っていうものがいたんですけども、中野くんはこれは2000年から2001年とかの頃の話ですよ。2001年から2002年の頃とか、その中野くんがとりあえずそこはマックスで9キロ9000リットルぐらいだったから、そのまああと1000リットルぐらいとか予備があるはずだから、そのちゃんとタイミングよくから近くまでになってから給油に変えるっていう方法を使えばで、まあそれでね、反対の最後のラストの方からカラト台入っていくっていう、そういう方法だったんですよ。本当にもうそういう、もう努力、経営努力。そういうことはいろいろ、もうバーベキューコーナーとかでも、もうどこもそうだなっていうこと、それまでのアルバイトとかで分かってるから、だから努力はしてる。もう、そう言うてきてるんだったら、どうする?もうそれで行くって、もうそこはもう自分で決めてって。55歳同い年8歳言わずテレビ局何々言われてるか間違かった僕も笑ってしまうとき笑ってしまう一応気が晴れたのもんねさっきの天気見たとき覚えてます、これぐらいコール上がるから、ただし雲はあんなちゃもうこれが本当の話、はあ、本当ね、ただ加古様とか本当話でちゃんと見なせなあかんから、署名活動みたいな形もいいから、ちょっと一枚何でもいいから、本当に結構そういうなんかいろいろ淡いケースから話しに来た話とか、あとスポーツの勝ち負けと淡いさんの頭の中とか借りてるってちゃんと選手も証言してる話とか、それ数多ければ多い方が効力強くなるから、ちゃんと書類作ってみんな来よう、だからもう手振らなんかで出てきてあかんって言ってるの、それね金さんも同じ、何か僕のことを助けれる証言、それちゃんとあの証明して夏に、分からん、もう夏にの感じ分かってます、あの季節の夏じゃないの分かってるだけでも、なぜ夏にっていうのか、宇都銀行とか院って書いてるだけやから、区役所も誰夏印って言い始めたのかと、本当に合ってるテレビ局の人が誰か造語で言い始めたって、本当にもうこんなどうしようもないよ、本当もう普通に電話連絡してください、本当に無理だから、その方法本当に僕を苦しめるだけだから、で今ちょっと怒ること考えたら、もうしびれさせられてる、腕殴るわけがないって、今自分でスマートフォン殴るわけないじゃん、もう何かあったら血取ろうとするから、本当にその腕のこういうしびれ今僕来てるんですけども、これ警察関係の人たちが所有してる技で、これは各個人が所有してるんじゃなくて、科学の世界で所有してるの、起こることを考えただけで、今もう警察官は人間が判断してるんじゃないか、頭の中で先考えただけだから、絶対コンピューターの判断で、もう 血取られてる腕、それ腕はしびれようから、あこれもう絶対血取られてて分かるから、大怪我したことがあるか分かる、右足開放骨折、救急車1時間ぐらい来んかった、フルーツがパークに最初他の従業員慌てた方で、もう従業員の人も救急車来てから、救急隊員の人がズボンをハサミで切って、それで骨が突き出てるって知って、そこでみんなびっくり仰天、だからみんなの頭の中ではお前立てるかとか、そういうレベル、最初はちょお前ものすごいこけ方したら、お前大丈夫かって一応自分でなんとか大丈夫ですとか言うんですか、ちょっとでも立とうとしただけうわーってなって、本当にだからもう無理、もう立ち回ってるか自分でも分かってないか、皮膚が骨が皮膚突き破って出てきてる、自分で分かってないか、本当に血だらだら、本当に冬場だから寒いから
血管が毛細血管が引き締まって出血量がなんとかなってただけ。1時間もその状態だったから、本当にもう本当にもうそこ開けた時にもう他の人もびっくり。一緒にいたのが 山口博之さん、その人と佳子さま一緒に馬術の外交一緒に行っちゃってる。ダメだからその人と一緒に行ったら、だから僕の上についた人何でも結婚話とか横取りしちゃってそういう風な行動につながるから、これが神がかり的な力で説明したから、佳子さまもそれ聞いてるから、人材選び間違えてる。もう、結婚したくないんだったら結婚したくないでいい。ただ宿ってあげたら金銭面で僕は助かってた。助けれる方法はある、あるけども、他の人利用しちゃダメ。他の人も淡い圭介を利用しちゃダメなの。以上です。わかる。グッドかアウトか。どちらの話も一致する。もう笑顔で言えたからグッドでいいんじゃないですか。そこも激怒してながら普通の人間だったら暴れると思いますよ。本当普通そこでそこで怒るぐらい認めてあげんかったらって、俺らも同じ目にあってそれで怒って精神病入れられるんだったら、でそれで精神の生産されなくなる薬飲まされるんやって、でその結論なんなんて、いや俺らもいや今こっちはまず同じ目になんか会いたくないねんけどって、そんなに警察って怖い人たちやったんって、警察官が分かってないから、自分たちがどんなところに連れて行ってるか、その人がそのどんな人生になるか全然考えてないから、入院させるだけとかええとこだからっていうの、警察官大嘘言うの、全然良いところじゃない。これでみんな真面目になります？真面目に自分たちのしてきたことだから。